カットバセボールチャンネル、熱闘甲子園。熱闘甲子園。はい、今日第3回でございますね。さあ、歴代ナンバーワン打者、歴代ナンバーワン投手ときたら、次は何に来ますかね。ナンバーワン阪神園芸。あ、そうやな。わかるみんな。阪神園芸。ナンバーワン阪神園芸。金沢さん。怖いわ。阪神園芸の人してるの。はい、金沢さん。大好きな。金沢さん。はい、金沢さん。大好きそうです。ありがとうございます。はい。いつも整備にさせてもらってます。よく取れましたが。はい。はい、ピッチャー、バッターと来たんで、監督です。なるほど。どうぞ。さあ、またもお二人違う答えを出しました。またなかなかに渋いと思います。はい、ではグッチーどうぞ。はい、なかなか渋いと思うんですけど、はい、石田浩二さん。うわ、今まででも思いっきり渋い。いや僕なんぼクイズとかでいろいろ例えば買ったとしても、もうこの一択でなんか全て負けたんだいうぐらい、なんかうわーすごいですね。すごい。どうぞ。ディロン派監督です、うん、もともと長崎のご出身で、うん、大学が山梨学院なんですけども、うん、2回優勝してる監督で、はい、今年山梨学院で優勝した監督です、はい、で 長崎青豊高校、公立高校なんですけども、うんうん、平田さんと同級世代。なるほど。はい、で愛工大名電に勝って、うん、前年準優勝の済美に勝って、で大阪桐蔭に負けたと、うん、古川っていう左のピッチャーがありましたね。これのツイッター、そう、クレバーのピッチャーがいて、はい、そのピッチャー中心にチームを作って、結構個性派らしくてですね、ピッチャー中心にチームを作っていくんですけども、教え子にその古川選手も最終的にオリックス行ったんですけども、広島の今村選手とか、はい、山梨学院行っても今年優勝したりとかっていうところで、うんうんうん、本当にもう小粒な選手を育て上げて、まあ、プロまで持っていくっていう非常に長けてる感じです。なるほどね。ここで話聞いてるとすごい理論的で面白い方です。ああ、うん、あ、はい、だから一番だと自分の中では、うん、複数のチームまたがって優勝してる監督をちょっと選びたかったっていうことがありまして、木内さんもいいけど、でもちょっと木下さんの面白いね。どうですかこの渋さ。いや渋いですし、その西北高校で2009年、菊池雄星率いる、ね、花巻東に決勝戦で勝って1対0で勝って全国優勝したんですけど、その後やっぱすごい監督っていうので山梨学院に行った。山梨学院から甲子園には出るんやけど、なかなか甲子園でね勝てないんですよね。なんか3年連続か4年連続ぐらいで出てて、うんうん、で春ようやく優勝ね、うん、だからこの優勝した時にね、涙の優勝会見でね、うん、本当にね、いろいろあったんですけどね。いや今、本当に泣き出すから。そうじゃないから本当に山梨の皆さんやりましたみたいなね、ちょっと長崎なまりのね、そうそう、ユニフォームの色も変えて、うん、うん、あったですよね。あってました。2019年やったかな、あの時負けたんですよ最後、どこ熊本工業かなんかに負けたんですよ、はいはいはい、負けて熱闘甲子園最後泣いて、悔しくて泣いてんのかなと思ったら、これありがとうの涙だから。ありがとうの涙だから。職業監督で来て、いろんなことお前勝てねえなとか言われたけどさ、今日負けたけどさ、なんで自分ちっちゃい役やってたなって、負けたけどさ、お前らのプレー見ててさ、バカだなって俺すげえ勉強になった。だからありがとう、教えてもらったお前たちに、ありがとうの涙だから。あれ忘れられない。吉田監督の ありがとうの涙だから。あ、すごい吉田監督。本当参りました。さあということで、はい、誰ですか。はい、私はこちらでございます。はい、はい、智弁和歌山高嶋仁志監督ということで、はい、まあ今はまあちょっと監督は退いてるんですけど、はい、智弁和歌山ってすごいのが、部員数が1学年11人か2人っていうめちゃめちゃ少ない数なんですよ、はいはい、でその理由っていうのが、うん、高嶋監督に聞いたんですけど、はい、
3年生になった時に3年生全員に背番号を渡せるやろって言ったんですよ。はあ、だから3学年追って、はあ、うまいやつから渡していく、まあ、背番号ってやっぱ高校野球それがまあしゃあないと思うんですけど、はいはい、高島監督は、はい、まず全員3年生全員に背番号を渡してからあと残りの番号を1年生2年生で埋めるっていう、はあ、ええー、話やわこれ。そうなんです、はあ、だから甲子園で何を考えて采配してるんですかって聞かれた時に、うんうんうん、こんなもん控えの子をどこで使うかしか考えとらんわ言うて、控え選手の子をどこで使うかしか考えてないとか、なんかその考えで行った方が、はい、今結局甲子園で一番勝ってる監督っていうのが、はい、俺はすごい素敵やなと思って、必ずベンチの最前列で、あれですか、一番前で仁王立ちしてる。そうなんです、うん、高島監督仁王立ちってこうやってこう見るんですけど、うん、まあこれ春なんですけどね、夏はこうなんですけどね高島監督なんでこうなんですか。春はね、上条さんまだ肌寒いんよあ、私ね、あの五島列島出身よ、長崎よ、五島列島よ、長崎出身、長崎出身、五島列島よ、ここここいるんですけど、僕ちょっと喋っていいですか。あ、すいません、あのね、今聞いてて、はい、すごく感動したのは、実は僕あの大学応援団なんですよ。はい、で、応援団の先輩に言われたことがあって、はい、お前らなって、あのスポーツの部活は1回生から4回生までいるけど、所詮強いやつがレギュラーで出るんやと、はい、ね、4年生でどんなに頑張っていても1年生の強いやつに負けて試合には出られんのやと、うん、応援団だけなんだ、お前らは全員がレギュラーだと、はい、だから他のスポーツのね、そういうものと違ってお前たちは一人一人誰も補欠がいなくて全員が拡大でレギュラーなんだから、そのありがたさを思い知った上で応援団活動やるんじゃって言われた時に、いや確かになんかスポーツの世界って上下関係がねえなと思ったんですよ、うんうん、なんか4年生なのに1年生でレギュラー取ってるやつに対してなんかヘコヘコしてる人間を見たりとかするんです、うん、やっぱり、うん、その時にいやなんか俺嫌だなと思って、それが、うん、それになんかこの高島監督がおっしゃったことがバーって今フラッシュバックすると感動的ですね、これ。いや高島監督はもうなんか僕こう大好きすぎて公演とかも見に行くんですけど、はい、いつもなんか感動の言葉をくれるというか、うんうん、あの褒めて伸びるタイプってどんなタイプか知っとりまっか皆さんみたいな、はい、分からんやろ、全員よ、褒めたら誰でも伸びるんよ、もちろん嬉しいからやりたって練習して伸びるんよ、でも褒めただけで伸びた子はね9回2アウト満塁で絶対打ちません、うん、絶対打ちませんそこで打つっていうかどんな子か、これでもかこれでもかって追い込んでも高島いつかみとるよ、俺は活躍してお前にごめん悪かったお前がすごかったって言わしめたるからな言うてクッと目を見て向かってくる子が9回ツーアウトで打ってくれるんです。だから褒めて伸ばした子だけは弱いんよねっていうのを言うてて、あ、野球だけちゃうなこれとか芸人の世界もそうやなとか思って、なんかうわ深いなとか思って、いやなんかさ、はい、バラエティ的に始まったこのねコンテンツがこんな感動を生むとは、はい、夢にも思いませんでしたやっぱね、いいね野球って、野球っていいです本当に、はい、はい、いや本当にね映画っていいねと思いました野球よかった、はいはい、ということで今日終わりましたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。